皆さん、こんにちは。ブレイントレーナーの竹村久代です。え今回は若返る技術、えー、ラフアイズです、えー。ラブアイズというと、皆さん、どんな目を想像されますかはい。こんな大きな目、釣り上がった目、晴れた目、いろんな目、ちょっと表現してみてくださいますかはい、まあ。いきなりなんですけれども、 今日の若返る技術、ラフアイズ、えー。これ、とっても大切なところは、えー、いきなりですけれども、脳の明るさが、結局は目の輝きにつながるよ。今日お伝えしたいラフアイズは、目の輝きです。どうですか皆さん関心出てきましたか本当に大切な時間をありがとうございます。 え明るさといえば意識です。意識の窓。初めてそんな話聞くよっていう人もいると思うんですね。えー、皆さんがいつも見ていらっしゃるその視野っていうのはどうでしょうか広いですか狭いですかはい。オーカスを当ててみる。まあ ご自分の視野を狭くフォーカスを当てると、とってもよく見えますね。とってもよく見えるんですけれども、あまりにも一つのことばっかり見ていると、他のことが目に入らなくなってしまいます。それで、胃の中の蛙いろんな色メガネをかけて、それで、まあ、目が濁ってきてしまう。 そうですよね。ずっと同じところばっかり見ているとどうですか頭の中も複雑になってきて、結局目の玉っていうのは、私たちの脳は頭蓋骨の中で守られているんだけれども、その表面、この内側と外側をなんかこうリンクさせる大切な部分、これが目、目玉じゃないですかね。はい。視野をまた広げることで、 今まで見えていなかったものが見えるようになります。どうですか皆さん。今、うん、私の今回のお講座を聞いてくださりながら、ちょっと周りを見回してみてください。皆さんの目は何を捉えましたかはい。どんな色のものを捉えたんでしょうかああ、あれ買い換えた方がいいよね、とか。いや、これ好きなんだ、とか。 あれ嫌い。いや、家族のあれが気になる。まあ、いろんなものが気になってきますけれども、まあ、小さな小さなものを見ているよりは、少しご自分の視野を広げることによって、自分から外に出るので楽になります。でも、私は子供の頃え、四国、香川県で育ったんですね。生まれ育ったんです。 なんとなんと、まあ皆さんの生まれたところの空ももしかしたらそうだったかもしれません。本当にね、星が降ってくるようなそんな夜空の下で過ごしたんです。それで私、なんかメガネに憧れて、それでとっても良かった目がある日突然悪くなったんです。屋上に行ってきて、お星様見てらっしゃい。 そうすると、お星様がキラ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 見えます。それで、お星様を見ている自分の目が、キラ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 輝いて、部屋の中にも、部屋の中に戻ってきても、ああ、なんか、私の人生、これからすごいいいことが起こりそう。まあ、ある意味、夢見る夢子ちゃんになってしまったり、で、また、ちょっとネガティブなことが起きると、 私こんなために生まれてきたんじゃないちょっと複雑な小学生だったりしたんですね。皆さんはどうでしたか皆さんの目にまつわるような、そんなお話何かありますかえー、以前私が、えー、五感によって自分のこの健康状態を作っていくっていうことでね、四角編っていうのをやったんです。えー、その時に多くの人に、 えー、セミナーに参加をしていただいたんですけれども、ちょっと参考にね、一緒にやってみたいと思います。じゃあ、今、皆さん YouTube で私のこの今回のセミナーご覧いただいていると思うんですけれども、まずは、まあ、私の姿、こう一生懸命見ようと、ちょっと画面に近づいてみてください。それでニコッとしてみます。はい。じゃあ、 下がりますよ。皆さんに質問です。今の皆さんは肯定的ですかそれとも否定的ですかそれとも肯定でも否定でもどちらでもない。どちらでしょう本当にね、脳がまっすぐになっていて、そのまま近づくとこう、興味、関心があるんですけれども、まあ、どちらかというと肯定的 ポジティブよりなんです。でも、まあ、ゼロ点に近い。今から何が始まるのかな。はい。じゃあ、ちょっと体をまっすぐしてもらうんですけれども、じゃあ、左側、斜め上を見てみましょうか。はい。じゃあ、戻ってきてください。はい。左斜め上っていうのは、未来だと思いますか過去だと思いますか はい。私の前でね、首をかしげてくださっている方がいるんですが、でもう一度まっすぐして、右斜め上を見てみます。はい。じゃあ元に戻ります。じゃもう一度繰り返しますよ。じゃあ、これは皆さんにえ質問です。右が、左が、どちらが未来で、どちらが過去だったでしょうかですか はい、じゃあ始めます。左側見ます。斜め上です。未来ですか過去ですか昨日何食べたかしら明日はどんな一日かしらはい、正面向きます。じゃあ、右斜め上を見ます。未来ですか過去ですか昨日何食べたかしら明日は何を食べようかしらはい、戻ります。 はい。なんか気がつきますよね。普通に左斜め上を見ると、こ過去なんですね。で、右斜め上を見ると、未来なんです。で、少し左斜め上を見て、明日のことを考えてみてください。なんかね、ここら辺がおかしいんです。まあ、100%そうだとは言わないんですけれども、 なんか違うなって、え、なんかわかんない。こんな感じが出てきます。で、また、右斜め上見ます。昨日何食べたっけ思い出さないんですね。どうでしょう思い出しますかいや、わかんない。はい、正面見ます。これがね、普段の生活の中で、例えばこっちに好きな人、こっちに嫌いな人とかいろいろいるわけじゃないですか。 それで、私、いつもトレーニングしていいと思うんですけれども、もう最初から首が曲がっている。それから、もっと言うと、脳がひっくり返ってる。です。で、一つ心配しなくていいよっていう意味でお伝えすると、右斜め上を向いて、いくら昨日のご飯を思い出そうとしても思い出さないかもしれないよってことです。 それから、左斜め上。こういう姿勢の人が、私の未来、私の目標って、わからなくって当然。まあ、当然ではないのかもしれないんですけれども、一般的にはそう言われているんです。なので、まあ、安心してください。なんですけれども、今、こんなにあ、皆さん気がついた人たくさんいらっしゃると思うんですよ。こんなに単純に、 わかるんだったら実は私の頭の向き目の玉の向きで全部見破られているかもご視聴ありがとうございます続きはヒルズウォッチで配信中気になる方は是非概要欄をチェックしてくださいチャンネル登録 SNS でのシェアもよろしくお願いします